暴動暴動とは、多数の市民、民衆が、集合的に暴行、脅迫、破壊などの暴力的な活動を行うことを言う。基本的に群衆が単に、何らかの対象に対して、集団的な暴力、脅迫活動を行う暴動は、騒乱、騒状と呼ぶ。これに対し、違法な手段によって、国家の制度組織を破壊し変革する目的を持った。 大規模かつ組織的な暴動は内乱と呼ぶ。内乱が戦闘の形態となったら内戦となり国家を代表する統治機関の政治権力を奪取することに成功すればクーデター、革命と呼ばれる。多くは議会や主張の投票や候補者の身の安全に関わる問題、暗殺未遂などを発端に何らかの政治的要求ないしは 経済的要求を標榜するが、指導者が不在であることが多いため体制側が、警察、軍隊を出動させ暴動を鎮圧を図ることによって、急速に沈静化していくことが多い。また、デモやイベントなどでのトラブルにより、小規模な暴動が発生する場合もあるが、それが翌日にまで引き継がれることは少ない。明確な指導者が不在であること。 参加者が多数であることなどのため、暴動を起こした側の責任が厳しく追求されることはほとんどない。現在の日本は諸外国に比べて比較的暴動は起きにくいとされている。しかし、それは外見的な話であり、オウム心理教が地下鉄、サリン事件を引き起こしたことに代表されるように、暴動や革命を起こせるだけの組織は、 潜在的に存在し、様々な組織が、公安警察の監視対象となっている。日本の場合は、消極的なテロという形で表面化する。日本国内では暴動を起こした場合、まず騒乱罪に、さらに付随的に暴行罪、傷害罪、脅迫罪、器物損壊罪、厳重建造物等放火罪、建造物侵入罪。 公務執行妨害罪などに問われる可能性がある。スポーツ競技の試合においては、審判の判定や試合内容に対する不満などが原因となって観客がボートと化し、暴動に至るケースが見受けられる。このようなケースは、海外においては、サッカーの試合において多く見られ、ボートたちは、フーリーガンと呼ばれる。日本においては、かつては、 野球や競馬において暴動が発生するケースがあったが、近年はあまり見られない。ありがとうございます。